はい、こんにちは、百円でございます。今日はですね、こちらの玄関の扉、鍵を取り替えております。まあ、僕よく知らなかったんですけど、この鍵の部分、シリンダーっていうらしいんですよ。知ってました皆さん。シリンダーを2箇所変えてるっていう感じですね。で、このなんていうの、装飾っていうのかな、これはもうそのまま使うっていう感じです。ただ僕ん家のね、ドアノズ、あ、動画流します。こちらドン、はい、こんな感じで、これがね、これがね、スポンって抜け落ちたんですよ。だけん一旦分解したらね、ちょっと分かりにくいけどね、これね、これがこうつくんですけど、ね、このここにね、穴があるでしょ、穴、これ穴がね塞がってたんですよ。っていうのも、ここにこれをはめてあげて棒が入ってる状態が多分基本的に正しい形なんですけど、これに刺さってた棒がもう錆びちゃって同化して切れてたんですよね。なんでここを今ドリルで穴開けて、こっちもドリルで穴開けて、こういう状態に直したって感じですね。で、この中にまあ釘か針金か入れて固定するっていう感じですね。まあ、でもすいません、めちゃくちゃマイナーな DIY ですけど、 DIY っていうのかな、補修、まあなんか直せますよっていうのだけ言っときます。はい、でこれを固定したらちゃんとくっつくって、こう取れずに済むってやつですね。はい、で今からするのが、ここやっぱ錆びちゃってるからさ、ここボルトがついてたんですけど、ボルトがね、これもう錆びてボキ折れたんですよ。なんでこのボルトを取りますっていうのを今からしますね。一旦これみんな大好き 5.56 ね、5の56かな、556か、これでね錆を取りながら、とりあえず綺麗にして、中に一旦ねドリルで穴開けてます。このドリルね、で穴開けてる状態、これを今から取るんですけど、調べたらね、ボルト抜きっていうのがあるんですよ。穴開けてあげたら、このボルト抜きを打ち込むらしい。この中にこれをこう入れるでしょ、でハンマーで叩くんだって。入りますね、バッチシ入った、結構頑丈っす。あ、いや抜けるすいませんすいませんじゃあ真面目にします。このタップルハンドってやつね、これでここを挟むらしい。こうやって、で時計と反対回りに回すと、そしたらボルトが抜けるって話なんですけど、抜けないですよね。こんなこともあろうかと、ちょっと太めのやつも買ってきてます。あ、折れた。来たんじゃない。こんな感じね、ちょっと斜めに入っちゃったけど、で左回り、取れんぞこれ、取れんくね。買ってきました、これを使ってですね、新しいネジ山を、ネジ穴を作るっていう感じでございます。これ大丈夫か？どうした急に。これ失敗ですね。もうツルツルですもん。そうよね。だってこんなんでネジ山って作れんやろ。
書いてあったんやこれ。どうしよう、溶接したろか。それが一番や。はい、でですね、ちょっとなんやかんやしてたらできました。ちゃんとねボルトがこういう風にボルトしっかりはまってますこれね。なんで無事にネジ山が作れたって感じですね。めちゃくちゃ時間かかりましたけど、ちなみにもう買いましたこれ、はい、Amazon に売ってます。3000円ぐらい、まあ概要欄に書いておきますね。完璧、抜けません。 OK、 できた、イエーイ。うん、オッケー。ちょっとこの向きが横と縦になっちゃいましたけど。なんでない。オッケーです。いや、完璧。ここネジが飛び出てますけどね。まあいいんじゃない。落ちし。玄関の鍵終わったんか。じゃないのよ。慣れてきたね、かっちゃん。